災害派遣医療チーム、神奈川 DMAT 神奈川 DMAT に参加している、横須賀市立市民病院の車両神奈川 DMAT とは、神奈川県で組織されたディザスターメディカルアシスタンスチームを略した DMAT 名称を指す47都道府県 DMAT の一つ。1チームの編成は、医師、看護師、救急救命士、業務調整員など5人で構成される。 平成18年8月21日に神奈川 d マット運営要項が制定され10月18日付で県内4つの病院を指定することで正式に機能発言平成26年3月27日現在県内にある神奈川県災害医療拠点病院の33施設をもって神奈川 d マットを構成している東日本大震災の際には 羽田空港に設営されたスクーにも携わった実績がある。また、平成24年9月1日に、神奈川 d マット l 運営要項が制定された。活動範囲は、神奈川県内の災害発生時とし、外傷救急などの処置にかかる人や、物資などが、局所的に不足すると見込まれる事態を、対象範囲として、神奈川 d マット l が発足した。 平成28年3月31日現在、25災害拠点病院及び3災害協力病院の合計28病院で神奈川 DMATL 指定病院としてその機能を構成している。ありがとうございます。